まこなこです。さて続きやっていきましょうか。これ今自分がどこにいるかというと、こういう場所にいる。こっち側街を今探しに行こうと、エスタのそんな状況になってますけれども、で魔女イデアも前回加わって、強いのかどうかもねちょっと分かってませんけれども、護衛も何もイデアを先頭にねすでに出すような状況になってるんで、護衛のためではない。いざまた状況が悪くなったら倒してほしいということか。うん、うん、このままでいきましょう。あ、給料だけは支払われる。今誰が金の管理やってんだろうね。怪物みたいな経営者もすでに倒されて、シドもあまり経営やってないようだったんで、おっと、さてイデアの戦闘シーン、あとそろそろケアルス言いたいんだけどな。これどうなんだろう、手と頭は別扱いか。殴られてんのイデア、目覚ませみたいな感じで。うん、体一つか。いや違うな。イデアで吸わせて他はもう戦う。え、ただ死の天国みたいなことやられてるよ、ひょっとして。ターゲット3つだからな、普通に召喚使った方がいいかも。うん、早めましょう。火の宣告が召喚3倍速にするとすごい速い速度で踏んでいくから怖いものがあるね。押した、倒しきってない。見た目だけ見ると炎と聖なる力に弱いように思うけど、どうだろう。倒しきってないの。回復してるってことないよね、よく見えてないけど。あと一箇所。ディスティス先生が、あ、倒してない。倒したあと2だった。危ない危ない。あ、倒されても回復すればいいだけだけどね。シューズいろいろ手に入れて、レベルも上がって、ケアルだよな。ケアルの数どこかで回復したい。これまたか、同じか。あ、でも今回は頭だけ。睨み、あー、ドローできない。うん、エスナで一旦回復しないとダメか。いや、今自分で自分を殴って賞金を奪ってる。なんかパタ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 。サイレスの状態が解けないんで、このままスコールも食らってしまうと危うかったけど、なんとかなったか。
違う。そっかそっか、使えないんでね。エスナ。GF は多分全部ジャンクションできてるか。あれ取れないかな。なんかどこかから上行かないとダメなのか、この辺りは。取れないんであれば仕方がない。左側も取れそうにない。なんか絶望的な景色が広がってんだけど。あー、セーブしてなかったな。このフィールドでセーブできるかどうかわかんないけど。カニムの敵、骨のモンスター、アンデッド。回復系の魔法やアイテムも有効。ライブラ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 どこ。相変わらずだなこれ。しかもその間に2回攻撃食らってんだけど。さて、アンデッドモンスター、炎と聖に弱い。17,000ね。ケアルが取れる、ありがたい。イフリートとアレクサンダーで、あとはドロー。これでいきましょう。5000か、結構ダメージいくね。ケアルがもうちょっと欲しいような気もするけど、敵がなぜか立ち上がった。まあ千何歩かな。炎の方が有効かも。いや230何歩。よくないよくない、なんか怒ったな。くるくる回ってんね。目覚ますんじゃない。頭冷やして、冷やしてくれてない。こっちは、こっちは大丈夫、大丈夫っぽいか。もう一回ライブラー行きましょうか。んこれ何やった。80レイジ。あ、スコールも混乱中か。役立たない子供だね。イデアママが対応しないと。うん、弱点は変わってないけど、どうすればいいんだろう。向こうにヘイスやんの、ひょっとして。いや、大丈夫か。こう、自ら。ティスティスを寝かせる。のんびり眠ってもらいましょう。下手なことやられるよりかはね。敵混乱。うん、まあまあまあ、もともと混乱してるからか。悪影響はなかった。12だもんな。ターゲットが誰に言ってるか分かんないの、なんとかならんかな。隠れてるんでね。あれか、魔法で、フィアルラとかを敵に、やれってことだと思うけど。いや、違う。携帯元に戻った。多分、この段階だと大ダメージが、耐えられるんでしょう。うわぁ、吸っていきたいけど。倒すの優先。
回か2回ぐらいかな。イフリートがかなりの威力なんで、これで与えるダメージが2300。うん、今スコールかなり早かったね、召喚呼び出すのが。オープン終わるはず、終わった。多少気あるが据えたから、よしとしましょうか。フレアストーン、フレアと同じ効果がある。魔力ボーナスなど覚えて。すべてもらうで、他から。まあだからすべてもらう誰か。隙間がなくならないか。あと2つはで最強。そして GF 絡み、 HP アップか、もしくは魔力の方。多分ほぼほぼ出さないと思うので、こういうのは。出すものは HP がないと困るけれども、そうでないならば、ステータスアップをね、狙った方がいいかも。属性攻撃はいらないよね。ステータスの方であればね、属性ステータス攻撃があれば、重要だと思うけど、道具生成なんかやらんでしょ。まあでも、あとわずかだね、このあたりも。ステータス防御、これステータス攻撃も覚えたいね。力か速さか、力 20% の方が早くに覚えられる。ステータス攻撃は覚えましょう。アレクサンダー、うん、これはこのまま。これはこっちが池ではなくて、これは進めないのか。となると今の場所で奥に行ける場所があるとか。わかんないよ、こんなんやられても。何しとっての。いやでもさっきのあのボスみたいな敵を倒したんで、こっち側方向来るのは間違ってないと思うんだけど、だから手前側ももういけないんだよね、これね。わからんぞ。あ、なんか今出てる最中に丸押せば、丸というか決定押せばなんとかなったの。わかんないって何これ偶然わかったからよかったけど、そういえばセーブはできないか。うん、運ばれてんね。魔女でなければそこまでのなんかすごいことをやるってわけでもないのかな。
イデアに関しては。リーナは踏んでるんだけど大丈夫これ会話とかは会話もない。どこかおっと時間でイベント発生。こちらか。どうしましょうというのはどうしましょう。どういうことなんだろう。分かってるだろう。いや分かんないんだけど、とりあえず行きましょうでいいのかな。トシが姿を現した。すごいねこれは。酔いそう。到着。なんでここで全員が。これ LO ねが、まあ、近いからそれで影響出たとかか。いやおかしいって。これイデアがいないのでジャンクション対応できないんでね。でキスティス先生もこれなんだろうな、もう GF 外れてるかのような感じに見えるけど、まあ、行くしかない。ルナティックパンドラの中で働いてもらう。あ、これエスタだね。エスタの部屋。なんでこれこういうとこでやってるんだろう。で、あの動物みたいなものもね、出てきてるけど、これ GF 全部外れてると思うんだよね。ジャンクション。ラグナはくっついてると思うけど。他が外れてる。なぜかわからない。腹減った。どこ行った？あ、ここにいるね。何も仕事やってないような気がするけどね。お前はまだ作業を続けろ。でかいやつが手に負えない。ペコ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 言ってんね。ムンバ、理由もなく飯は半分、睡眠も半分、きつい仕事をさせられている。このおじゃるって誰が言ったんだ。ああ、オダイン博士か。道具が足りない。
上の研究所にいる警備兵を呼んでこい。何気にひどいことラグナやったんだけど今。これなんか普通に今喋ってない？脱走かな？アデル。に反感を持ってるやつが多い。なるほどね。反アデル派。戦いなんのまさかの。この姿見たことあるのかな。ケアルガンこれずっと吸えるんだれば吸いたいけどな。敵のダメージが低ければ耐えてくる。うん、ちょっとこれ吸っときます。だってある程度吸えたので倒しましょうか。これは倒した後、警備兵来るんじゃない？また戦うのか。うん、ここで騒動起こそうとは。逃げられんのかね。うん、どういうこと？装備これだもんな。またやり直したもんな。うまく引きすぎないんだよね。HP アップでこれだけだと1個も HP アップやってしまうと他どれが HP アップできるかが分かんないから。カーバン来るか。カーバン来る、アレクサンダー、この2つ、ジーフドロー、魔法。うん、 HP アップ。うん、アビリティ、 GF ドロー、魔法で魔力ボーナスか。魔力ボーナスやっときましょう。これ最強できないのは魔法がないってことか。つぶてもらう。あ、他からもらえないんだ。いやもう何なんだろうなこれ。どうするかな。全くないってのもありえんよね。50ぐらいもらおうか。本当にこんなことやんなきゃいけないの？これ全部もらいましょう。これも全部もらいましょう。
ライブラ半分。こんなところか。キアルガ半分。これで最強。うん、多少変化があって回復。行きましょうか。なんか変なのなんか一つ変なの加わってんね。テレキネシス。頭からそれはパスで倒されそうな。ケアルが取れるんだけど、なんか取れる量が少なかったりするので、うん、ラグナとウォードは通常でいいでしょ。また食らってんねうん、倒した。なんであれ今かわいそうに殴られてたね。もうあとは高速で大丈夫だと思う。混乱とかじゃないと思うんだけど、何それ、なんかすごい豪華なエフェクトとともに。ああ消えてしまった。戻せないですあれは。出し切った。急に出てきた敵の割にはなんか豪華な技やってたね。ブラックホール、あ、HP がゼロになっている。早くセーブしたいな。これはボタン博士、来る方向間違ったんじゃない。ルナティックパンドラ、移動させる機能が必要。どこ行けばいいんだろう。手前側じゃダメ。どこ行けばいいんだろう。あ、こっち側か。セーブポイント、捕まらなければ普通に暮らせんのかな。彼も反アデル派。博士がまたやってくれた。ちっちゃなおもちゃを見つけたらしい。ベルオーネという子供に移った。うん、オダニン博士、また会いに行かないとダメなのか。エスタの国、アデル相手に3人では厳しい。街中で捕まった。
なるほどね。アン・アデル派。ということで、うん、ん？彼女を怒らせると良くないのか？J の悲劇、全くわからん。靴にジャム仕込まれて、さてようやくまたセーブが可能となる。ここで出てくる敵はケアルガをドローできそうな感じなので、ここら辺をちょっと多めに集めてみるのも良いかも。行きましょう。あれ、いなくなってる。あ、本がある。召喚号。なるほどね。昔の時代だから。ことか。召喚号。ここら辺はな、アイテムがそもそも手に入らないから。全部見終わったか？これどうなんだろう。昔はこの辺りの読み込みもあったのかな。今の移動のね、前後で。小田院博士。戦いか。これオダイン博士も戦い参加するのかな。あー、またなんか変なのが後ろにくっついてる。吸っていきたい気はするが、あんまり吸う余裕はないか。ヒアルラ、ヒアルガではなくなった。いやー、すでにいなくなった。ドロー失敗。もう一個の方は、あー、もうだからこれ見えにくくなるの勘弁してくれ。31プロセスか何か やってるのかな。ディスペルやるという手もあるけど、のんびりドローで吸い続けても悪くはないと思う。うん、ちょっと吸っときましょうか。強い攻撃やってこない感じは。随分荒ぶってね。早く攻撃やってきてほしいんだけど、まあまあまあ、そこまで強いというわけではない。うん、知らない。知ってるということだけを教えて、さっと言ったんで。どうなんだろうな、この先行けんのかな。あーっと、行けない。戻りましょう。なんかまだ移動してなかったね、オダイン博士。ちゃんと待っていてくれた。小田犬。うん。
車乗り込んで、妙なところ、ここが小田県か。上、敵が来たね。敵の強さは変わらないと思うので、スウェル4、ケアルラ残しといて、ダリオは倒しましょうか。では、あー、これ大丈夫、生きている。じゃあケアルラ吸ってからまた続きやりたいと思います。では、ある程度吸えたので、また回復絡みは楽になったかと思います。ケアルラ100まで。で、ジャンクションでまた最強やっといて、ダブル。これどっちが行けばいいんだろうな。手前側か奥か。なんか真ん中あたりも、動いたね。まずは手前側とか奥を、あ、開かない。手前側は？手前側は出口か。座るしかないね。上行くんじゃないこれ。後ろから追いかけてきたんだけど、車乗ってた人。フレア、ウェルオーネがいないね。これも滑るんじゃない。こっちはケアルが吸える可能性があるので、いや吸えない。だがある程度ここでまた吸っておきたいと思います。これやろうと思ったけど、デスを唱えてきて、今2人倒されたんだよね。ちょっと待って、これ。もう1つ倒すか。だが、向こうが先にデスやってきたら負けるけど、結局全然釣れなかったな。やっぱり眠ってしまってる。さすがにデス、ずっと食らうのも辛いものがある。しかも、ほぼほぼ 100% みたいな感じで食らってたんで、こっち側か。エラー。どうなんだろう、何回もやれば押すなってことでね。青くいける、いるね。エルオーネ。なんかさっきよりすごい繊細に押してるかのような。いや、エラーか。じゃ、どうしようってんだろうな。別の場所から行くしかないのか。さらに手前側ってことは無理か。
うん、いるね。多分この人と会話で何か進む可能性がある。上で何とかならないか。いや、その何とかをやったんだけどな。あの場所で何かをやらないとダメっていうことだと思うけど、これ敵もなんか見えるんだけど、ぶつからないか。何回か連続でやれば成功する可能性が。成功した？あ、成功したね。うん。となると一旦ここじゃなくて下からこの場所行くんでしょ。念のためセーブやっておきましょうか。どれぐらい離れていたんだろうね。あー、こっちがね。すごいねこれ。まあだからこれ道中は歩けないんだろうね。大統領官邸、誰が大統領なんだろうね。魔女ではないってことでね。説明中か。別にこの人も大統領ではないんでね、話聞いてる人は。簡単なことでおじゃる。いや、この人はでもまともなキャラクターではないように思えるけど、任せて大丈夫なのか。隔離してしまえばいい。あんまりいい方法とも思わないけどね。うん、赤でおじゃる。お大人が許可するでおじゃる。何をだろう。この娘をお台に観察させるのでおじゃる。うん、何か特殊なものがあるんだろうね。この町から東に位置するルナゲートまで向かってくれたまえ。うん、無反応か。ここからじゃない。
なんか目がシワシワする。いいかな、こっちが来なくて。というか来てもここで行き止まりかも。二極化戻りましょう。素直に東側に。官邸だけど別に大統領がいたってわけではないのかな、今の段階だと。こういうのを描くのは本当すごいよなと思うけどね。おっと、あ、違う、通れないだけか、この場所は。ブリザード、今さらブリザードか。レフトサイド、リフレッシュエリア。うん、出口のレンタカー、どれだろう。町の出口まで行く。違うか。首都入り口だからいいのかな。まあ、でどちらか二方向で行けるけど、どちらでもいいでしょ。単純にここら辺を見られるってだけだと思うので、降りない。うん、違うね、ちゃんとショッピングモール、ここでも降りることができたね。さてこの辺りで待てだと思うけど、この人は、いや違うんだけど、もう一人の人と会話したいんだけど、これこれこの人。あ、違う。会話そもそもできないか。うん、東側の入り口だからここで待てばいいと思うんだけど。ここでレンタカー。レンタカーではなかった。ああ、なるほどね、またこれ外に出るってことか。え、これ外出ていいの。あ、目的がちょっと分かんなくなったかもな。だからいずれにしても、あれ、これイデアは、あー、そっか、 GF9 できてない、ひょっとして。誰かやってたっけか。セルフィーか。とりあえず今回はこれで一服として、また次回続きやっていきたいと思います。今の街はかなり複雑そうだから、果たしてスムーズにいけるのか、また次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。